はいどうも、西高一の西遊記。今回はなんと新車のトラックが来る。でですね、今トラックを待ってる最中にですね、ちょっとまあ緑地があったんで今お散歩しております。いやー、新車のトラック楽しみだなー。皆さん新車のトラックなんか見たことあります？まあ、僕は初めてなんですけど、どうやって新車のトラックが納車されるかっていうところが気になってではいるんですけれども、まあとにかく待ってみましょう。ではで、今回購入したトラックなんですけれども、なんと白ではなくてフォレストグリーンっていうカラーのトラックを購入したんです。果たしてフォレストグリーンっていう車がどんな色なのかっていうのをね、楽しみにはしてるんですけれども、実車は見てない？実車はね、僕見てません。その見ずに購入した模様です。で、今回のトラックなんですけど、一応ダンプ機能もついてますんで、その辺もお見せできたらなと思ってます。では、いやー、ぼちぼちトラックの到着時間なんですけど、まだ来ないなー。すげー楽しみなんですけど、とにかくフォレストグリーンっていうのがどんな色なんだっていうね。どうします、白が来たらっていう。来ねーなー。あれだあれだあれだ、あっち行っちゃった、あっち行っちゃった。いい色、いい色ね、いい色。きたー、来た、うわ、めっちゃいい、来た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 、超いい色。トラック遠目に見えました。いやー、いい色っすね。いい色。今ですね、道を間違えたらしくて、あそこで来てますね。来ましたよ来ましたよ来ましたよ。来るよ来るよ。来ました。めっちゃいい色。いや、なんかでもさ、めっちゃいい色、超かっこいいじゃない。フォレストグリーンって書いてるけど、なんかブルーやん。じゃあ一旦ちょっと車の方見てみましょうね。来ました、車。いや、かっこいいですね。はい、ということで、三菱ふそうのキャンターカスタム、こちらの車が納車されました。というのも、こちらの車僕の車じゃありません。誰が購入したかと言いますとですね、こちらの方、ドン、ゴリ丸です。どうもゴリ丸です。ゴリ丸です。ゴリ丸です。どうも、はじめまして。西高一の西遊記ね、初登場ということで、よろしくお願いします。ゴリ丸くん、普段何やられてるんですか？普段は外交屋をやってますね。外交屋ですか、はい、外交屋っていうのはどういうことをするんですか？家の外回りのエクステリア関係を全般、はいはい、ゴリ丸くんができるんですか？はい、やらせてもらいます。はい、ということでトラックが必要ということで購入されたわけですよね。はい、はい、このこちらのトラックね、まだ日本ではそんなに台数が走ってないということで、多分トラックファンの方からはね、かなり知りたい、情報知りたいと思いますので、西高一郎の西遊記チャンネルではこれを説明していこうと思います。噛んだな。はい、ということで外観からいきましょうか。はい、こちらね、キャンターカスタムということでね。これカスタムっていうのは、いろいろ普通と何が違うんですか？カスタムは、オプションで、ここの、なんかアルミ？あ、このアルミ部分ね。メッキだったり。メッキ部分、はいはいはい。まあ、大きく違うのはメッキ、あとは内装ですね。じゃあ内装は後でいきましょうということでね、外装からちょっと行ってみましょう。こう、いや、とにかくね、この車何がいいって、まず色いいですね。色いいですね。フォレストグリーンじゃなくて青じゃないですか、これ。こんな感じですね。あとはもう本当、工事の作業でも必要なものは全て乗るような荷台がついてて、はい、こちらダンプ機能もついてるんですね。はい、じゃあ後でダンプ機能は見せていただくということで、はい、テール行ってみましょう。まあ、至って普通ですかね、テールね。そうですね。じゃあ横行ってみましょうかね。まあ、行く分横はこんな、まあ普通の色味がかっこいいトラックっていう感じですよね。そうですね、はい、で、前回のキャンターと違うのかちょっとわからないんですけど、うん、これバッテリーが2つついてます。あ、なるほど。あ、バッテリー2つついてるんですね。室内用のバッテリーが左で、はい、室内用のバッテリーが左で、右側が室外用。何が違う？ボルト数。ボルト数が違う。室内用のバッテリーが 12V で、お、室外が 24V。じゃあバッテリー2つついてて、中と外でっていう風に。そうです、そうです。あ、じゃあこのバッテリー上がりとかも結構軽減されるのかな。まあ、ほとんどないんじゃないですかね。うん、じゃあ中行ってみましょうか。はい、じゃあ私運転席側に座っちゃっていいですか？どうぞ。あ、すみません。ということでお邪魔しまーす。あれ、ゴリ丸くん、このシートはずっと貼っておくタイプの方ですか？いや、後ですぐに引きちぎります、これ。っていうことは、今その引きちぎる瞬間を撮らせていただいてもいいですか？あ、いいですよ。あ、じゃあお願いします。私はこういうのはすぐに撮っちゃうタイプ。男らしいですね。あら、男らしい。はい、取れました。はい、こういう内装になってんですね。あれ、なんですかこれ、シート、レザーと
コーデュロイみたいなやつの。あ、これもカスタム仕様ですね。へえ。シートも変わってると思いますね。ちょっとじゃあ早速中の方すいません失礼します。でこの上の部分ね、はいはい、あこのスペースが、カスタムじゃないと、助手席側だけ。あ、そうなんだ。でカスタムだと確か両方つく。これ結構便利なんですよ。これ便利ね、はい、なんか書類入れたり大体こうダッシュボードにみんな置くんですけど、はい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 、それが上に収まるん で、 でちょっとエンジンっていうか入れてバッテリー入れてみていい？エンジンかけるときに分かるんですけどこれキーレスなんですよね。トラック史上初。本当だ、鍵さなくていいんだ。そうそうそう、もうボタンとスイッチで全部。これ見えるかな、まだ274キロしか走ってないんですよ。っていうか274キロ結構走ってるよね。どこ行ったんだ、静岡あたり行ってきたかこれで。多分そんぐらいの距離ですよね、うん、まあでもあれなんじゃない、工場がさそっちの方にあって自走できちゃうっていうことで、はい、まあいろいろついてるんですけど、機能こちらのスローアジェクトっていうのは何ですか？それは、うん、ここにもあるんですけど、うんうんうん、坂道発進の時に、はいはい、だいたいクラッチ、ブレーキ離すと、うん、マニュアル車って下がるじゃないですか、はいはいはい、その下がるのを阻止してくれる。すげえ。だからブレーキ離してもある程度その場に下がらずとどまったまま、はいはい、坂道発進ができる。なるほど、じゃあ後ろに砂利とかいっぱい積んどいても2トンとか積んどいても安心っていうことですか？安心、後ろに後続車いても坂道で。すごいね今のマニュアル車。安心、これは標準装備ですね。マニュアルだったら標準装備。標準装備なんだ。あとこの辺のボタン類は何なんですか？これが、うん、ここにカメラがあるんですけど、はいはい、カメラこれですね、はい、そのカメラが、うん、車線のラインを認識して、ウインカーをつけずに例えば車線を越えて右に行ったりしようとすると、うん、ビビビってアラーム警報が鳴る。すごいね今のっていうのがこの上、うん、はいはいはい、はい、で下は、前の車と接触したりしそうになる、だから車が近づいてぶつかりそうだよってなったら勝手にブレーキが作動しますっていう。すごい車乗ってますねゴリマル君。まあ最近の車は大体ついてますけど、トラックではなかなかないんじゃないですかねこれは。これでドリンクホルダーもついてます、はい、あとこの辺はなんかこれなんてことない、なんてことない、ただカーナビがついてた場所にこれが蓋をしましたっていう。そう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 。あーなるほど、こちらがダンプレバーだよね。あと鍵すごい、なんか意外とでかいんだよね。でかいっすね。うん、へえ。だから外から鍵閉める時も、うんうん、車のボタンを押せば、はいはいはい、ビビッと閉まると。まあこんなとこですかね。じゃあこの車一回ダンプさせてみようと思います。はい、はい、いやいい走りしてますね。いやなかなか新車のトラックなんか見る機会ないんでね、すごく新鮮です。じゃあこの車、ダンプしてもらいたいと思います。これレバーだけで大丈夫なんですか？レバーだけ。うわ上がった、初ダンプ、アクセル相当、初ダンプです。いやすげえな。はい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 、これストップ、はいはい、戻してみましょう。いやいいね、いいね。これでもさ、この新しい車に君は砂利とかをガンガン乗せるわけ？ガンガンもう何でも乗せます。男らしいなお前。もうしょうがないんで、仕事なんで。ゴリ丸くん、さすがの男らしさですね。はい、じゃあ一通り車の紹介終わったんですけれども、この新車なんですけど、なんとゴリ丸この車なんかカスタムするらしいんですよね。はい、カスタムします。なので今から伊勢原にある、トラックのカスタムショップ、パーツショップ、パーツショップにこのトラックで行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。ということで、新車のキャンターカスタムに乗って、どこに行くんでしたっけ？伊勢原のトラックショップ、うん、ジェットっていうお店に。その伊勢原のトラックショップジェットというお店に今から行ってみようと思います。はい、やっぱあれやな、やっぱトラックやから跳ねるね、荷物積んでないと。ダンプなんで、うん、さすがもう、そう、荷物積んでないとすごいっすよ、乗り心地は。でもなんか、初めてっていうか久しぶりにこうトラックに乗るから、結構なんか楽しいわ。じゃあ行ってきます。はい、ということで、トラックショップジェットさん、トラックショップジェットさんに来たんですけれども、ここから、ゴリ丸くんのトラックのカスタム用品を見ていきたいと思います。じゃあ店内に行ってみましょう。すげえよ。ギラギラ。これシフトノブですね。シフトレバーね。8ボルトもあるじゃん。ああ。こっちもある。すんげえたくさんある。すっげえなこれ。これ定番のねトラックの人。綺麗ですけどねこれ。ねこのこんな長いのとか、すごい長いですよ、ね。
長いね。さあ果たしてゴリ丸くんは何を選ぶんですかね。ちょっと店内他も見てみたいと思います。はい、ということでゴリ丸くんが購入したい商品が大体決まったということで、ここからは僕の手持ちとゴリ丸くんも入ってやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。何買うんですか。まずシフトノブですね。シフトノブ、これはやっぱりこういうクリスタルとか年齢若めなのかな、それかやんちゃ系な人が多分使ってると思うんで、はい、僕はちょっとこれでいきたいと思います。ガングリップノブ、これ自体は3630円ですね。ちょっと近くに動画してもらって、はい、こちらの、はい、ガングリップノブの黒木目でいくらしいです、はい、このシフトノブの下に延長する棒が、シフトノブのジョイントする棒があるんです。そうです、はい、じゃあちょっと見てみますね。ここいろんな種類があるんですけど、なるほどね、まあ、ポジションが変えれるってことね。肘の位置、はい、肘掛けがあるんで、そこの肘の位置に合わせるようにこう角度がついてたり長さがあるんで、まあ、僕はこちらで、ゴリ丸が買ったのが、見せてください、これですね。はい、いくらですか。こちらが3820円 60mm、はい、ここの横幅が多分6センチとか6センチこうポジションが手前に来る、はい、はい、で続きまして、はい、続きましてハンドルカバー、外交屋なんであのセメントとかついた手で、あーなるほどね、しっかり触るのがすごく嫌なんで、はいはい、これ何が40センチなの。ハンドルの大きさ、外径、これ新型キャンターは40センチ、新型キャンターのハンドルの直径は40センチだということで、はい、はい、派手ですね。こんな派手なのがある中でゴリ丸くんはこちらですね。至ってシンプル、至ってシンプルな黒一色、まあ、黒のスウェードチックのやつですかね。黒のスウェードチックのやつを、ね、購入ということで、はい、これでいきたいと思います、はい、ということでそちらのお値段が、名前見せて、名前、モコモコハンドルカバー富士細巻きなんで4160円、はいはいはい、はい、次行きましょう、はい、いやこのトラックのカスタムショップさんは本当楽しいね。いろんなものがありますよ。品揃えがすごい。ぐるっと見せてみますね、はい、こうパネルがすっごいギラギラしてる絵がギラギラしてます。パーツが豊富です。これ多分トラック乗りの人はめちゃめちゃ上がると思うんで、はい、で続きまして、あのゴリ丸くんの車なんかオプションでマーカーランプっていうのをサイドにこう3つずつついてるんですけど、今緑がついてるんですけど、なんか新車なのにホワイトに変えるらしいんですよ、はい、これさサイドのやつもいろんな色があるわけ。こうブルーだったりオレンジ、こっち薄オレンジ、レッド、クリア、グリーン、イエロー、薄イエロー、ブルーとかとかいっぱいあるわけで、僕の車は白の LED ライトにこういうカバーがついてるわけじゃなくて、なるほど、 LED 自体も緑だったんで、ほうほうほう、 LED ごとまず変えます。だから白のカーで、ボルト数これ12V、24V 兼用なんで変えます。色はホワイト。これ6個買わなきゃいけない。これ6発買います。1個2060円、6発買えると1万2000円ぐらい。じゃあ6発買うみたいです。なんかトラックの改造なんてやってる YouTuber さんなんかいるのかな。新型キャンターに関しては多分僕ら初めてでしょうね。これ新型キャンター、お店の人もちなみに初めて見たって言ってたよね。そうそうそう、見たことないって言ってたんで、うん、まあだからそんだけ走ってないキャンターですよ。そんなに出回ってないと。だってさ、君注文してからどのぐらい待ってんだっけ。2月半ばぐらいに買って、納車が今日5月28日、4ヶ月3、4ヶ月待ってやっと届いた車なのにカスタムをするという狂ってんですかあなた新車で納車したのにすぐ改造。納車まだ2時間ぐらいですよ。いや今の状態はまだ不走さんのキャンターなんで、うん、これからゴリ丸キャンターに変わる。僕のキャンターになるんで。変わってるでしょゴリ丸くん。じゃあそれとレンズ、はい、レンズも、はい、これも6個。でこれ安いですね。レンズは220円。これは6個変えても全然、これはもう全然わけないですね。はい、じゃあこちらレンズとライト、 LED か、 LED 6個ずつとハンドルカバーと、あーシフトノブとジョイント、シフトノブとジョイント、はい、はい、それでゴリ丸仕様のキャンターになる。いやまだ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 これからだけど、序章ってことですね。あ、他何があるかちょっと見てみましょうね、はい、はい、ということで私のチャンネルに戻ってきました。ほんといろいろあってですね、ジェットさん、こんなライト系、これバイザーがついてるライトなんてさ、何なのこれ。大型、大型のトラックなのかね。フォグランプ、フォグなんて、だからすんげえ大型のトラックのフォグだよ。そうですね、うん、なんかよくわかんないんですけど扇風機たくさん売ってるんですね。トラック乗りは、うんうん、エアコンだと寒いのかな自然な風の方がいいの。車内で寝たりとか。ああ、そういうことか、はい、なるほどなるほど。でまあ行ってみるとですね、他にもミラー関係が売ってたりだとか、まあこちらはまあほぼ大型トラック専門ですよね。あとはですね、トラック乗りはね、ナンバーのこのね、このナンバーにもこだわりを見せていくという、なんならこれホイールの
ナットが、ナットカバーがこんなにあるんですよ。お城があったりとか。とか、まあこっち行ってみるとですね、まあテールランプもこんなにありますよ。もうあれですね、何にしてもギラギラしてます。ギラギラしてる。シャンデリアがあるからね。テールランプカバーなんかも種類いっぱいあってですね、すごいですよ。愚か者なんかよく見ますよね、こういうなんとか、ね、トラック乗ってる人ね、大型乗りですね、これ、うん、あ、定番になりましたよいい宿場、こちら定番でございます、いただきました、ありがとうございます見て、あのフロントのグリル、グリルっていうの、これ、これグリルです すごいね、グリルだらけだよ、これ何、これこれ何ですか？なんかここにはバックブザーって書いてあるんだけど、リアに入れた時の PP じゃなくて、うん、音楽になるっていうことなんですかね。そうだね、スモールライトに接続すると半音になります、だからそうなんじゃない、これに変えたら変えません、はい、本怖いけど鳴らしてみる、ちょっと聞いてみたいですね、どれが気になります、低音ってやつ言ってみようかな、8番、これ多分普通のやつ、これ大丈夫、鼓膜とか避けへん、大丈夫です、しゃびっくりするやん、9番、これ中音、まあこういう本もいっぱいあったりして、いや、ジェットさん品揃え半端ないっすね、僕もトラック乗るじゃないですけど、すげえワクワクしますもん、この中どんなとこですかね、で、今回のゴリ丸くんの購入金額が28,010円ですね、はい、計16点で28,010円、安いですということで今購入したいと思います、今からなんか新車のこのサイドのマーカーらしいんですけど買えるらしいです、ジェットさんの社長さんが今外してできるかどうかを確認するみたいなんですけど、でちなみに今、店長さんに変えていただいたこちらが白のサイドマーカーで、こちらが一番初めの新車の緑で、ゴリ丸くんはどっちを好むの、白ということで新車なのにマーカーは変えるみたいです、今からゴリ丸なんかナンバーランプを変えるらしいんですけど、こちら今ついてるのが普通の電球色ですかね、これをアイスブルーに変えるみたいです、はい、ということであっという間に変わったんですけど、こちらナンバー灯がアイスブルー、車の色の感じと合っててさ、すごくいいと思う、新車やのによくカスタムしますね、あなた、はい、ということで、私早速なんですけど新車を運転させてもらってます、でこちら変えたのが、はい、シフトノブ変えてますよ、これとハンドルカバーもついてますよ、なんかまだ乗り慣れてないからかもしんないですけど、このギアが入ってんのとかがちょっと分かりづらいですね、なんかね、1速とか2速ってどこが2速って分かりづらいよね、これなんか今までにないギアの位置、うん、リアがすげえ入れづらいんですよね、まあ慣れなんでしょうけど、まあそうだろうね、はい、今これ5速に入っちゃったの、これが3か、まあでもね、なんかいや、なんか踏んだ感じはすごくこうすぐスピード乗る感じだよね、うん、本当にキャンターは速い、速いな、スピードがすごい速い、他のトラックはどうかちょっとよく分かんないんですけど、イスズヒのに比べて全然速い、加速もちゃんとあるしトップスピードがすごい速い、はい、まあとにかく乗りやすいっていうことで、これから帰り場は私が運転させてもらいます、はい、ということで夜も深くなっちゃいましたけれども、今回は、三菱ふそう新型キャンターのレビュー動画になりました、最後までのご視聴ありがとうございました、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします、あとインスタグラム、ツイッターもやってますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします、あといいねボタンもよろしくお願いいたします、では、また来週も、動画を上げますので良い週末をお過ごしください、どうもまた来週ー。